用心してできるだけ他の人間とは接触せずに移動した方がいい。土地の人間の目撃証言などを伝って追跡されるからな。あ、見ろ杉本、トレプタチリがいる。ヤマシギだ。山菜を取りに行くこの季節になるとヤマシギはこの土地にやってくる。何か掘ってるね。虫でも探してるのかな。餌を掘り出す長いくちばしがアイヌの使うウバユリの根を掘る道具に似ているから、ウバユリを掘る鳥と呼ばれている。うまいの？脳みそがうまい。おい尾形、やめておけ。なんでだよ、食うんだろ。一羽に当てられたとしても他のが逃げてしまう。ヤマシギは蛇行して飛ぶので、その銃の弾じゃ当てるのは難しい。私たちはヤマシギの習性を利用した罠を知っている。枝でヤマシギが通りたくなる通路を作って、くくり罠をたくさん仕掛ける。罠ならみんなの分も取れる。ヤマシギが罠で取れた。けどみんなで食べるには足りないかもね。杉本も羽虫汁の手伝い。たくさんの罠を仕掛けたのに2羽だけだからご機嫌斜めだな。ん？ 3 羽もいなくなったと思ったら、三段じゃないのによく撃ち落としてこれたもんだ。ふん、腹立つなこいつ。アッシリパさんに無理だって言われたからムキになっちゃってさ。はあ、杉本は銃が下手くそだから妬ましいな。別に